メだ、鍵がかかってる。アシュレイ、見て、扉の向こうにはしごが見える。あ、本当だ。あのはしご、どこに繋がってるんだろう。あれはひいおじい様の部屋のドアだ。このドア、どうやったら開くんだろう。な、この模様。他の部屋のドアの鳥は1羽だったけど、このドアは2羽だ。うん、2羽が金と銀の四つ葉をくわえてる。ま、もしかしてこの部屋の鍵って。星子はどこ？ここに繋がってるはずだけど。どうしたの、D？ これ、ひいおじい様とヘンリーおじさんと父さんの絵だ。おじい様、僕がわかりますか？アシュレイ、思い出した。僕は父さんに連れられてこの部屋にやってきて、ひいおじい様が寝ているベッドのそばに行った。ひいおじい様は静かに眠っていたけど、僕たちが近づくとゆっくりと目を開けて僕たちを見て、少し悲しそうに笑ったんだ。父さんはひいおじい様の手を握りしめて泣いていた。僕は父さんが泣くのをその時初めて見た。今はアシュレイのパパを追いかけなきゃね。うん。下に降りるはしご、どこにあるのかな。
これは、うん。アシュレイ、あのね、そういえばティ、あのね、あ、うん。
これひいおじい様。あれ、それじゃあ、そう。え？あ、アシュレイ。あのね、ティ。ふむ。
よし。ねえねえ、よいしょ。やった。ねえ。うん、パパ。ここは？パパ、中庭からここに来たのかな？暗くてよくわかんない部屋だ。明かりつけないと調べられないね。ねえ。ふむ。あれ？ろうそくをつけたら壁にレンガに丸い明かりが。本当だ。きっとこのランプシェードから漏れてる明かりだと思うけど、どこから漏れたらこんな丸い明かりになるの？シェード調べてみて、アシュレイ。あ、後ろ側に穴が開いてるよ。わざわざ開けたみたいな穴だね。うん。ねえ、アシュレイ。分かった。うわ、今の音何？あ、アシュレイ、あれを見て。床が開いた。僕、ここに来たことがある。じゃあこの先には何があるの？
思い出せない。この先にパパがいるのかな。なんだかドキドキしてきた。アシュレイ、僕がついてる。うん。ここはパパの研究室だ。パパ、どこにいるの？ねえ、アシュレイ、これは何？なんか、パパが作ったんじゃない？どうしたの、アシュレイ。なんか嫌になってきた。パパどこにもいないもん。こんなに探してるんだよ。もうここでジェシカの手錠外す道具探して。ジェシカと二人で帰ろうかな。何よ。なんか今言った？ん？もうパパに会わずに帰るとか言った？だってジェシカと約束したよね。パパと会って話すって。パパから本当のことを聞くって。本当はね、私少し怖いんだ。パパに会ってママのことを聞くのは。大丈夫だよ、アシュレイ。真実を知ることは悲しいこともあるけれど、怖いこと。どこにいるの？出てきて。今の何？ドアの向こうから音がしたよ。もしかして誰かいるの？なんだろう。なんだろう。
まさか今の声は。誰かいる。そこにいるのか。頼む、答えてくれ。君の声を聞かせてくれないか。君はもしかして、あ、シュレイなのか。アシュレイ、君なのか。あなた誰。どうして私の名前知ってるの。ああ、そうなのか。やっぱりそうなのか。ああ、アシュレイ、君の声なんだね。ねえ、誰なの。あなたは一体誰。私はリチャードだ。リチャード・ロビンズだよ。アシュレイ、会いたかった。私は君のパパだ。もっと君の声を聞かせてくれないか。どうするの、アシュレイ。確かめてみる、この人が本当のパパかどうか。だからドアを開けてみる。これは。これ自動ドアかな。ん？開かない。ねえ、どうしてこのドア開かないの？それは。アシュレイ、このドアは自動ドアで。それは分かってるよ。ロックしてるの。こちらからは開かないよ。そうじゃない、今ドアは動かなくなっている。え、どういうこと。ドアの電源が切れているんだ。だからここから出られなくて。アシュレイ、本当だ。ドアが開かないんだ。どうか私の話を信じてくれ。アシュレイ、ドアが開けばきっとわかる。だからドアの電源を。わかった。電源入れればいいんだね。え？開けてくれるのか。できるかわかんないけど、やってみるよ。ありがとう、アシュレイ。
もしかして。ねえ、あ、アシュレイ、制御パネルの蓋を開けるにはドライバーが必要なんだ。ドライバー？制御パネルの蓋はプラスのドライバーで開くから。わかった、プラスのドライバーだね。探してみる。Thank you.